小説利休になった日第19話。前回までのあらすじです。ふと目覚めると千利休になっていた。ここは1590年の京都。平成時代から何人もの人がこちらに来ているという。秀吉の茶会での件や千草園との喧嘩など初日から問題が続く。翌日、細川邸で茶道の稽古が始まり、懐石料理となる。唐津焼きの話題が出るが、まだこの時代には唐津焼きも織部焼きもないという。今日のおまけは、切り物についてです。第一章、千利休としての船出。第二節、自客。第二の十四節、半旗の所作と蜂の拝見。自客、切り物について。半旗を持ってくると、古田と細川は、問答を始めた。古田、お付けしましょう。細川、お任せを。古田、お知り替えをさせていただきます。細川、お断りいたします。古田、水屋で商売させていただきますので、ご用があればお手をお鳴らしください。細川、お持ち出しの上でご一緒に。古田、本来なら亭主はもう一度辞退の挨拶をして退出するのですが、今回は爪の席でご一緒しますね。利休殿、半旗の中を見てください。今度はご飯がいっぱい入っていると思います。好きなだけ食べてください。私、先ほども気になっていたのですが、この半旗は豪華ですね。そうか、これは萩薄巻絵半旗です。関白様のところには、五七切や将来的に太閤切と呼ばれる門の半旗が多数あります。切り門は、関白様が制限されていて、竹では使用できません。ただ、利休殿にはお許しが出ていて、利休切という門が使えます。茶碗などにも衣装を加えて作ったものがあります。古田、では器をの拝見をしましょう。いくつか見どころがありますので、少しずつ説明していきます。爪の席に戻った古田は、シー魚の取り箸を膳の上に置き、正客へ送るよう促した。古田、細川殿の動きをよく見てください。シー魚の鉢などは、あのように両手で持って拝見をします。細川、ネズミシノの鉢ですな。向こう漬けもネズミシノで、全体に落ち着いた雰囲気が出ますね。こちらの向こう漬けにも半観測がありますね。少し高めな気がしますが。古田、よくお気づきで、底面の半観測は一度扁平にした後、紐状の粘土を曲げて、わざわざ後から足したものです。全体に大きく見えるところが良いですよね。細川、このシー魚の鉢、手で触った感じ、丸みがありますな。ろくろで作った割にはいびつに感じますが、何か作り方に特徴でもあるのですか？古田、一度ろくろで丸く作った後、四隅を手で角張らせたものです。向こう漬けと同様の作りですが、やや丸みを残して作ったため、丸く感じるのでしょうね。細川、器の中の模様も良いですね。ネズミ色中に白く浮き出る草も、柔らかな雰囲気が出て非常に趣がある。この草もはもみじですかな？古田、なるほど。葉の切り込みが多いので、もみじにも見えますね。細川、失礼した。今は2月。松の葉ですね。古田、お見事です。さて、利休殿も手に取ってみてください。細川が私の横にシー魚の器を置き、手に取るよう促した。私、思った以上に重いですね。古田、そうかもしれませんね。では、利休殿、簡単に見方を説明します。まず、器を置いて全体を眺めます。次に、両手で軽く傾け、側面と底を見ます。最後にもう一度全体を眺め、爪に渡します。また、器を拝見しているときに感想を述べるのも良いです。手で触ったときの感触や図柄などを見た目、場合によっては器のいわれなどを聞くのも良いでしょうね。私、
言われですか。フルタ、このシーザカナの器は、ミノで焼かれた篠の焼きで、利休殿がネズミ石の向こう漬けと一緒に私にくださったものです。私が篠の焼きに惹かれるようになった要因でもあります。私が釜を開くとすれば、ミノを置いて他にはないでしょうね。爪の古田が鉢を横に置き、返しを出した。古田、次に煮物マンを返しで軽く清め、汚れた返しは左袖に入れてください。高価なものが多いので、傷がつかないよう、こんな感じで丁寧に清めてください。そして、爪の私は焼却の上座に、杯台を持って行ってから、缶鍋、半旗、シー魚を茶道口に置きます。亭主としての古田が、茶道口の缶鍋、半旗、シー魚を取り込んだ。古田、お商売いたしましたが不加減で。細川、誠に結構にいただきました。いかがでしたでしょうか。今日は、霧の紋章について説明したいと思います。日本十大家紋の一つに数えられる霧紋ですけれども、もともと霧というのは法王が泊まる木として神聖視されていたそうですね。金閣寺なんかの上に泊まっているのが法王ですね。で、もともと天皇家の家紋として、五七の霧というのが紋章としてあったのですけれども、これが鎌倉時代に、大体霧紋イコール天皇家として定着するようです。で、室町以降になると、功績のあった武将に下賜するようになります。で、現在霧紋ではなくて菊紋が天皇家の紋章になってますけども、これは鎌倉時代の初めの後鳥羽上皇ですね、菊の花の衣装を好んだことで菊の紋を天皇家の家紋として使っていたというのが、発祥になるかと思います。で、霧紋というのは、種類がかなり多いですね。五七の霧、五三の霧、利休霧、そして太鼓霧というのをここに絵描いてますけども、他に土佐霧とか丸二五三の霧など、140種類以上もあるそうです。で、この霧の紋ですが、初見としては、蒙古襲来言葉というのがあるんですけども、その本にある、天草大谷の氏というんでしょうかね、この軍旗が、初見だそうです。で、以降、室町時代の見聞書家紋というので35家、そして江戸時代ですね、完成の長小家譜というんでしょうかね、長小書家譜というのに473家が載っているということです。で、1884年、明治ですね、それの官報で、使用規定を特に定めないというふうにしたんですけれども、これは家紋ですね。1926年、大正15年になりますけれども、10月21日付の官報で、菊花紋章を天皇家、皇室ですね、の紋章として定めるというのが、指定されました。皇室犠牲令というんでしょうかね、12条にあります。で、室町幕府では小判などに印刷されたりしたんですけれども、この霧紋、室町幕府ほか皇室や豊臣政権などさまざまな政権が用いるようになっています。で、ちょっと話戻しますと、現在の菊花紋ですね、これは日本の国の紋章というような形で使ってますけれども、16八重表菊というのが、一応国の紋章になります。で、パスポートの方にも似たようなのがあるんですけども、これは一重ですね、16表菊というのになります。で、八重は、天皇陛下個人のためのものとして、使っているためにパスポートの一重になっているそうです。
菊切、あ、ご、菊ですね。五七の菊が日本政府、内閣府、そして内閣総理大臣の紋章として使っています。次回、第2の15節、狐髄、神鍋、八寸の所作、自虐、水門の草庵の茶についてです。お楽しみに。